えー、もし三つ願い事が叶うなら何を望みますかというありがちな質問をカズレイさんが答えてらっしゃるのを拝見しました。一つ目としてこの願い事が叶うというシステムが他の人にも起こらないということを望みますとおっしゃっていてすごく納得しました。ひろゆきさんなら三つ何を願いますか、うん、僕多分願い事をそのまま持ち続けるんじゃないですかね。その要はあの 何かあったら願い事が使えるよねって思って暮らしてると、結構、あの、幸せに暮らせる気がするんですよね。まあ、例えば、知り合いが死にましたっていう時に、あ、じゃあこいつ生き返らせてとか言えるじゃないですか。で、今僕多分、そのなんか、やりたいことないので、なんかそこであのなんか、まあ、一般的ななんかそのお金が欲しいとかっていうのやっても別になんか、そうだ、その、三つの願いを使わなくても手に入るじゃないですか。 だから、そのなんか、絶対どうしようもないよね、みたいな。例えば、宇宙人が攻めてきたとかに、そのなんか、あの、火星人が攻めてきて、なんか地球人やられちゃうっていう時に、じゃあそのお願い一個使って、はい、火星人絶滅させてくださいとか言って、火星人絶滅とかになった方が、使い勝手があるじゃないですか。なので、今現在の僕は多分、その使い勝手のある、その問題、悩みがないので、なので、その、すげえ使い勝手のある、そのなんか問題が来る時に、まあ、例えば、フリーザが攻めてきたとかね。っていう時用に僕は取っとくんじゃないかなと思います。 別にワンピースとか見つけたいと思わないですね。はい。